父さん大事な人ができたんだ。それって再婚するってこと？ってことですよ。紹介します。まどかさんとゆいちゃん。ちょっと私用事あるんで。でも私あなたのことが好きなんだと思う。私頭の中ぐちゃぐちゃなんですけど、もう何なんですか、一人で涼しい顔して。あなたが来た日から私ずっと混乱してて、もう頭が変になりそうなんですけど。さゆりちゃんも私のことが好きなんじゃない？私たちが女の子同士だからですか？
娘だからです。何もいけないことはしていません。私は本気です。さゆりのことが可愛いし、大事だし、失いたくないって思ってます。ありがとう。